じゃあさ、どう思った？私が最初これやりたいって言ったとき。え？正直？うん。びっくりした。え、急に始まってたよね。でも昔もやりたいって言った。あ、昔言っとったね。昔の家の時に。うん。いや、これね、ずっとやりたかったんです。何年前かの動画でもお話ししているんですけど、映画365日のシンプルライフっていう、まあ、ドキュメンタリーだったり、100日間のシンプルライフっていう、まあ、映画もあったり何回も見たんですけど、最近また久しぶりに見まして、やっぱりねこれやりたいって思っていました。でも確かにあの時は現実的に部屋は狭かったし、うん、やりようがなかったから、うん、いやでもいいと思う。2回もあるしね。そう、うん、でもなかなか過酷じゃない？まあ、過酷な暮らしをするっていうことが目的ではないので、あの必要なものって何かなとか、少ないもので過ごしていく時間、考え方っていうのをこう経験として味わっていきたいなっていうことが理由にあるので、そこまでこう詰めてやるつもりはありませんが、じゃないと楽しくないので2個にしました。はい、2個でも過酷だけどお水は飲めます。あ、さて何を選びますか？やっぱ携帯取っちゃう依存症みたいになっちゃう。あ、でもね、それは思った。ノートぐらいはノーカウントにしとけばよかったかな。記録するものがないので、今ひたすら独り言のように喋ってます。なのでノートかスマホか何かを手に入れたら、もう喋らなくなるかもしれない。なんか携帯はなるべく後回しにしようって思ったけど、うん、さっきルンバかけようにも、あ、携帯だって思ったり。携帯が今全部つながってるからね。日焼け止めでもあれって石鹸落ちだっけ？あ、調べよう。あ、携帯ないんだったみたいな。ああ、でもそこで気づいたってことだもんね。やっぱり自然とこう物を使おうとしていました。こう食器を洗った後、最後こう濡れた手をタオルで拭こうとした時に、いや、これは自分の問題だから拭いちゃダメだなと。あ、危ないと思って払ったりとか、お水は飲んでいいことにしているので、お水飲もうと思って、お水はいいんだと思ってコップを手に取って、あ、これも一つのものじゃん、今日これになるとこだった、危ないと思ってこうやって手ですくって飲んだりしました。面白いですね。携帯と何にする？そしたら、あ、ごめん、携帯じゃなくて MacBook かな。うん、ご飯は食べれるんだもんね。結構映画でも食材は職場に行けばあるとか、そういう設定だったんだけど。あ、でもそれで言ったら靴かもしれん。わかる。外出れないと結構。わかる。靴だ。靴と MacBook。床で寝る？そうじゃん。歯磨きもできないよ。シャワーは浴びれるけど、タオルがない。シャンプーもない。じゃあ1日目は。うん。1日目これか、2日目。あ、でもこっちが先かとか考えているだけでも自分の中の優先順位のこう高いものっていうのが見えてきたんですけど、それを実際こう時間とともに考えるとなると、またね変わってくると思うんですよね。だからそれも楽しみだなと思ってます。やっぱりこの実験はやる価値があるなと思いました。あー、じゃあ1日目は、布団、うん、上にかける。布団と、うん、MacBook。 MacBook 強っなんで MacBook なの？仕事するの？いや、なんか携帯よりさ、うん、高機能だからさ、いろいろと。へえ、面白い。ご協力お願いします。迷惑はかけないように、あの彼にはいつも通りしてもらって、私がこの生活していることが影響しないっていうのが一番ナチュラルな形かなと思っています。はい、で現在5時ぐらいでしたね。で今日彼は外出しているので、まあ夜ご飯私も食べないので、もうフリーです。イエーイ、フリーだー。ではやることない。今日はなので海に行ってシャワー浴びた後、たっぷり保湿をして、もうお風呂に入らないので、日焼け止めも何も塗らず、ミーティングはあのズームだったんですけど、だいぶ顔真っ黒でテカテカだったと思うんですけど、しれーっと
やり過ごしました。すごい、5時からもうやることないって。普通に仕事と家事をしないとかだったらありそうだけど、何も食べないし、で何もすることないからテレビ見たりスマホ見たりするじゃないですか。でもそれって何かしてるんだなって思いますね。だって今本当に何もしてないから。だからこんなにも今日という日があと7時間ぐらいあるけど、多分24時間分くらい時間のある時間な気がします。よし、ということで初日の2つはベッドと掛け布団にしました。さっきの奥平さんの話を聞いて、あ、掛け布団だけで寝るのもありかなと思ってやってみたんですけど、まあまだ寒かったっていうのと、やっぱり痛いで、こういう生活をするとシュラフ、寝袋っていう選択肢もあるなとは思ってたし、それの方がなんかサバイバル感出て楽しいかなと思ったんですけど、一から買うならいいんですけど、もともと持ってるものでやるんであれば、もうベッドと掛け布団っていう快適な方を選ぼうかなと思います。風邪ひきたくないし腰痛いの嫌なので、こっちを取ります。もうもともとその予定だったのでいいんですけど、明日からのことを想定したらちょっと贅沢な気もしています。で、もう6時過ぎたのかな、だいぶ暗くなってきて、まあもともとやることもないので横になって考えながら寝落ちしようかなと思います。それではおやすみなさい。また明日。